皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います。草恋新聞購読視聴規約。ここで動画を一旦止めていただきまして、ここに書いてある第1条第7条の文言を一語一句大きな画面にしてお読みください。一語でもですね。 1一文章1語でも納得いかない方はここで動画を止めて他の人の動画を見てくださいすべて納得いった方だけ次の動画を見ることができますそれでは行きましょう2019年4月2日火曜日暗号資産草イン中野研究会はい今日は大変です今日は非常に大変なことが発生しております 皆さん、中野研究会の皆さん、そして仮想通貨投資を行っている皆さん、非常に大変なことが起きています。今、マーケットは非常に大変なことが起きております。本日のお題、ここの青いところですね。ビットコインが大冒頭を開始いたしました。アメリカの ETF、えー、アメリカセックの ETF が承認された可能性が高い、または承認される可能性が高い、情報が漏洩している可能性が高いということですね。情報が出てきております。それでは、ウェブへ行きましょう。 こちら分析官です。承認番号、えー、報道解禁承認番号は ET3012 ET、えー、こちら分析官リチャードです。それではいきます。えー、中野研究会の皆様は、えー、追って情報がありますので、えー、パ,スワードパスワードを用いた 機密情報の配信があります、えー、YouTube 以外の、えー、メディアで配信いたしますその時のパスワードは、えー、チャーリーチャーリーブラボー、えー、その他また、えー、追って連絡いたしますそれでは行きましょうまだ財布なんですが見てください,見てください財布1時間 <laughs> これなん <laughs> ビットコイン何なんですかこれ40昨日の夜ですね昨日の夜ちょうどですね、えー <laughs> 年初来高値を更新して、年初来高値46万2000円を更新して、昨のの夜12時、1時ぐらいにですね今日の未明ですね、動画を作ろうか迷ってたところです。えー、そしたら、ですねちょうど1時間、2時間前から冒頭を始めて、ちょうど <coughs>、えー、2時間前から、1時間足なんでね、これね、2時間前から。 冒頭をつけ続けて、本日の1時から、ね、冒頭を続けて今2時ですが一時56万円を超えました56万円を超えました今53万円まで戻ってますが50万円を超えるのはいつかいつかと楽しみにしていたところいきなり冒頭を続けましたこれはですね、私はこの2年間仮想通貨を見てきましたが2017年の年末240万円いった 時のですねえちょっと前です、ね、9月、10月ぐらいから40万、50万、60万って言ってですねえ上ってきた、そしてある日突然、60万が70万、70万が80万。 えー、一晩越すごとにです、ね、10万円増えていってしまいには一晩です、ね、100万円も増えたと120万が220万になってましたからね翌日ねそして240万をつけて、えー、そこから落ちてきたとそしてまた1回上がってまた下がったとその様子に非常に似てます非常に似てますあの皆さんですねビットコイン高値掴みしたい人よかったですねまた復活します また復活の兆しです、これはですねニュース、まだ出てきてませんが、これはですねこの大きな、えー、トルク、えー、ポテンシャルエネルギーですね、この爆上げのポテンシャルエネルギーは、えー、アメリカ・セックのビットコイン ETF の承認に、えー、間違いないと思います、これは間違いないと思います、これ承認され,た承認されて、ですねその情報が広くですね全世界に触りわたると。 えー、ETF というのはですね上場,です上場投資信託ですから上場投資信託によってですね、えー、買っては売る、売っては買いができるようになりますね、えー、個別株じゃなくてね、えー、個別、えー、仮想通貨ではなく、えー、投資信託としての、えー、投資ができる、しかもそれは上場されているということですので非常にリスクがなくですね安全性の高い <laughs> 仮想通貨への投資ができるということで、ヘッジファンドはその時をずっと待ってました、また年金機構とかですね、まあ、50兆円単位のお金を持っている各国の年金機構、えー、または健康保険組合、生命保険会社、銀行、投資銀行などは、えーこの日を、この日を待ってたと言っても過言ではありません、こちらはビットバンクでございますが、1時間足で爆上げしました、1時57万円をつけようかというところまで行きましたね。 はい <laughs> 今15分足でさすがにですね理学組が現れたので一旦落ち押してるとしかししかしですね落ちたからといって、えー、これはね押し目ですね押し目買いをする必要がある可能性が非常にあるとそして漢字、えー、のリップルですがリップルも1位37円まで上がったとで今35円に落ち着いているとただ買うなら今 えー、買うなら今であるということは確かですね。で、これはイーサリアムですね。イーサリアムのビットコイン建てなので、ビットコインが上がってしまってイーサリアムが上がらなかったので下がったということですね。これび,びっくりしなくて大丈夫ですね。イーサリアムの、イーサリアムの、えー、日本円建ては、えー、こっちに財布にありますが、えー、上がってますのでね。上がってますので大丈夫です。 あのビットコイン建てにすると、ビットコインだけが上がってると、ビットコインだけが上がってると言うばモナコイン、ビットコインも、モナコイン爆下げしてますね。これはビットコインが上がってるからに他にありません。ビットコインキャッシュにつきましても下がってますね。ですから、これビットコインだけが上がってると、ビットコインだけが円に対して上がってると、そしてビットコイン、えまあじゃあなんでリップル上がってるのかというとですね、あの、 ビットコインはすべての仮想通貨の基軸通貨なので、えー、土台を同じにする JPY 日本円立てにし,した場合にはすべての仮想通貨は上がるということですね、はい、そ,それでは、えー、コインマーケットキャップを見てみましょうはいコインマーケットキャップはい爆上げ爆上げです えー、ビットコイン 13.、13.63%、この24時間で13.63%上がっています、100万円投資してれば13万円、13万6300円が儲かったということで、えー、全世界平均の価格は52万2500円になっております、先ほどは56万円つけておりました、これはまだいくでしょう、えー、一旦たおしめで利確組がいますからね、サリヤブも、えー、1万6700円、これは2万円、3万円いくでしょう、リップル36円47銭、イオスイオス容易にイオスが来てる。 要す505円,50円、これもすごい8%、そしてライトコイン、まさかのライトコイン5位に来てる、えー、8%, 8で7339円、でビットコインキャッシュ、バイナンスコインバインンスコインが7位に来てるおい,おいおいおい、バイナンスコインかよと、やっぱり中国はお前やるのかと、バイナンスは中国から追い出されて、エ、えーゲ海 <coughs> の孤島、えー、に、えー 今言いますが、さすがバイナンスですね。で、ステラー、そしてテザー、そしてカルダネード、我らが英雄、カルダネードは10位に来ております、えー。なんと8円42銭まで回復しています。この24時間で7.25%の爆上げ。はいそしてトロンが11%の爆上げで2.91円です。皆さん買ってましたでしょうか。ビットコイン、えー、サトシビジョン、モデロ、ダッシュ、この辺は、えー、イオタ、この辺はですね、えー 匿名通貨といって、えー、通貨とってですね、えー、あの資金洗浄組分、えー、かりませんが、非常にまだまだ,まだ人気にあって、ですね、日本では禁止通貨ということですが、国際的には非常に人気の高い匿名、えーえー、通貨ですね、爆上げしてますね、爆上げですね。はい、それではいつものごとくですね、いつものごとくすべ、えー、てを見るを押してですね、えー、ちょっと待ってくださいね、非常にこう、 これ処理が重いので,ですね動画が撮れているかが心配ですが大丈夫でしょうかはい次から次へと情報が入ってきております、えー、次から次へと上、えー、分析官の方に情報が入ってきております、えー、これはですね情報を解禁していいものとしてないいけないものがある 解禁時間があるものですから、皆様へお伝えする時間をいつにするかというものは、ですね非常に、えー、厳格に、えー、行わなければなりません、それが報道、そしてジャーナリストのですね使命であって宿命であるということですね、何でもかんでも知ってるからって、ですねべてを伝えたら、ですね、えー、全世界の国民、全世界の人民が路頭に迷うことになりますからね。 7日間、1週間ベースではビットコインは19.8%、約20%上がっています。これはとんでもないことです。EOS は25.36%。そしてこの7日間を押す。7日間を押すとどうなるか。とんでもないことが発生するでしょう。とんでもないことが発生するでしょう。はいブロック CDN、2286%の爆上げ。そして我々が知っているところで言うと、えー、我々が知っているところで言うと、どれでしょうか。 そうですね。な <laughs> なかなか新しいのが出てきてますね。新しいのが出てきてると。はいはいはい。まだちょっとわかりませんね。はいバズコインとかも結構上がってましたね。さっき見てたらですね。えー、あと我らが、えー、ノアコインはどうなってますでしょうか。ノアコインはどうなっているのでしょうか。もうすでに、えー、上がって高値づかみをして。 高値で上がってましたので、これ以上上がらないのでしょうか、それではちょっとノアコインを検索してみたいと思います。<coughs> はい、時価総額は17兆7646億円になってますね一、えー。一時15兆円ぐらいでしたから、2兆7000億円がいきなり入ってきたと。 いきなりこの1日1、2時間ぐらいで2兆7千億円が入ってきたと。これはヘッジファンドに他なりませんね。ヘッジファンドに他なりません。えー、一部ですね、えー、アメリカのセックの ETF の承認の情報が入をキャッチした、えー、とこですね。ヘッジファンドがいきなり金を突っ込んできたと。で、ノアコインは、えー、まだ、えー、上がってきてないですね。はい、0.035721円ですね。 はい、あのノアコインもビットコインベースの通貨であって、えー、イーサリアンベースなので、えー、これは必ず上がってくるのは間違いありませんので安心していただければと思いますはい軒並みメジャーコインメジャーコインそしてなんといっても我らがビットコインが13.26%、えー、この爆上げはありませんこの爆上げはありませんもう1回見ましょうはいで特にですねビットコイン、えービッ ットコイン、あれですね。えー、FX でやられている方は非常に気をつけた方がいいかもしれません。これからの爆上げ、そして爆下げ、そしてそ,それからの爆上げですね。非常に気をつけた方がいいと思います。はい。ひげつけてますね。ひげつけてますので、これはひょっとしたらですね、全、あのーまあ、戻し。<laughs> フィボナッチ引くところの、えー、38%、36.8%ぐらい、戻しまで来てると。 でこれは50の100だということで、余裕でですね、余裕でこれは、えー、100%戻しの、えー、72万円戻し、これはこの1日、2日、3日で行く可能性がある、そして、えー、100万を超えて120万、150万、180万の200万、そして240万の300万、400万、そして、えー 去年本来であれば去年の年末にですね、去年の年末に、えー、米、アメリカの SEC のビットコイン ETF が承認されて、えー、夢の800万円といったところが、えー、ちょうど4ヶ月遅れてですね、4ヶ月遅れてその夢が果たされる可能性があるということでですね、私たちあの、その間、FX でですね、一生懸命、えー、チャートの分析、そして、えー、テクニック、えー、為替のですね、投資テクニックを磨いてきましたけれども、 ようやくですね、ようやくそのですね夢が果たされるのじゃないかという気がして、ですね本当に感慨深いです。あの何を隠そう、このビットコインが、えー、仮想通貨の王の中の王、キング・オブ・キング、ビットコインが爆上げしています。はいそれでえー 仮想通貨についてはビットコインが突然の急騰5000ドルということで、ブルームバーグが報道してますが、これはなぜかわからないと。なぜかわからない。ただ、第一報が来ているということが知られています。報道されています。それは私、ブルームバーグより私の方が上ですね、これね。はい、何も書いてありません。私の方ですね。それで <laughs> 仮想通貨ニュース、仮想通貨ニュースの速報、速報を見ましても、 えー、ビットコイン9と50万円超えと、これ、高騰要因は何なのかと。何なのかということで、何なのかは出てないということですね。何なのかは分からないということです。はい。何なのか分からないが、トレンドラインを大きく超えて、これは爆上げしてしまったと,ということでですね、これは気をつけないといけない。気をつけないといけないということですね。でドミナンスだけで、ね、見てみましょうか。ビットコインドミナンス。はい。ビットコインドミナンスですね。 はい、あ割合率ですね。割合率ですが、えー、またビットコインの回復がされているということで、ほ、はいまあ、他の通貨、アザー通貨の回復もされているので、これはまああの上がっていく証拠であるという可能性が非常に高いということですね。<laughs> とにかく、ここのです、ね、時価総額が大きくなれば大きくなるほど、ビットコインの価格、そして仮想通貨全体の価格が上がっていきますので、えー、ここを注視する必要があると。 一時ね、ビットコインが240万円になった時は、これが90兆円ありましたからね、これ、最初の17が90でしたから、これが20、30、40、50、80、90、300、50、1000、5000って増えていくことによって、ビットコインは最終的には、あの、与沢翼が言ったように、1億円いくんではないかと想定されている人もいるということですね。はい、今は51万9000円まで落ち着きましたが、 落ち着いたら、じゃあもういいのかというんじゃなくて、落ち着いたから買うんですよ。はい。あの、株も、為替も、FX も、えー、そして仮想通貨も、安い時に買って、高い時に売らないと。いや、買う時は安い時に、お弁当でも何でもそうですけど、安いから買うんですよ。そして、高くなったら売るんですよ。それが商売の基本ですからね。そして投資の基本ですね。はい。 えー、以上でですね、えー、仮想通貨ビットコインのですね、キングオブ仮想通貨ビットコインのです、ね、爆上げ情報をお知らせさせていただきました。こんなに爆上げした、しかもそれは、えー、仮想通貨の王ビットコインであるということを非常に嬉しく思います。今後に、えー、期待したいと思います。それでは失礼いたします。それでは千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。